皆さんこんにちは、ホッシーです。今日も吉村でやっていきましょう。今日の動画はですね、木曜日ということで週間プレ情報を見ていきたいと思います。今週もいつも通りルーレット更新だったりとかスターの更新もあるんで、そちら見ていきたいと思います。じゃあ早速キャンペーンから見ていきましょう。まずはこちら、ライバルズ24オーセンティックチャレンジということで、オーセンティックチャレンジミッション、こちら始まりました。で、内容を見ていくと、まあ、オーセンティックチャレンジモードを普通にプレイしていただくんですけども、プレイ回数とか、あとは勝利回数ですね、そちらで報酬ゲットできるといった感じになってます。1回参加、5回参加、1回勝利、3回勝利で、こちら開催期間1週間となってるんで、必ずねやるようにしましょう。続いて育成アイテムミッション、こちらも更新が入っていて、シャープ3となってます。まあ、報酬だったりミッション内容変わらないんで、いつも通りクリアしてしっかりね育成アイテムゲットしていきましょう。続いてビッグマッチイベントのログインボーナスかな、こちらも更新が入ってまして、ウィーク5からウィーク8まで来てます。5678とで7かな、この FC ジャンプアップトークンっていうのが追加されてて、これがね多分新イベントが来週、再来週か、違うわ、来週からかな、多分始まるんで、これもね楽しみにして待ちたいと思います。あとはゲームデクターカップの12月の優勝予想キャンペーンと、はい、見ていくと、まあ、今回もね元の方が多いんで、ぜひ皆さんね投票して楽しんでみてください。実はこれホッシーもね全大会優勝者としてね出るんで、応援の方よろしくお願いします。放送は来週の木曜日19時からとなってます。続いてスターイベント見ていきます。タイパス育成アイテムクリスマス記念オールインワンということで、これね見たんだけどね、うん、ひどいねこれはひどい。3000 FV でこの報酬ってさ、少なすぎる。まあ中級保護素材はいいんだけど、これだったら正直 1500FV だね。3000は高えわ。なんでこれはね、俺も買いません。スルーでいいかなと思います。で、TP イベントに関しては、エリートシルバー追加されていて、まあいつも通りの内容となってるんで、はい、これもスルーでいいかなと思います。じゃあアイテム受け取り見ていきます。コイン200万。あと、お知らせにも書いてあるんですけど、中型アップデートがありまして、逆足のパフォーマンス調整、選手の体幹に関連する使用能力値の差を感じにくい問題の改善、ハードタックルの発動範囲を調整、あとはマネモにおけるミドルシュートのバランス調整と。で、これに関してはね、アップデ明け配信やったんですけど、正直ね、そんなに変わらんというか、よくわからん。まあね、まだ1試合しかしてないし、やっていく上でね、もしかしたらね、感じる部分出てくるかもしれないんですけど、今のところね、よくわからんかった。まあこれもね、プレイしながら気づいた時にお話しできればなと思います。そしたら次ルーレット見ていきたいと思います。今回プラスの方が変わってまして、確定報酬が12月中旬進化3124先発選手ということで、まあこれも微妙だね。今回ねもうちょっといいの来ると思ったんだけどな。次から年末前に1回変わるんで、そこでいいの来るかもしんないけど、こんな感じ。誰がこれ欲しいんっていう、うん、これもスルーかなと思います。ルーレットのさ普通の方がさこれだったからさ、ワンチャン保護素材の状況とか来ると思ったんだけど、まあ、そんなこともなくね、また14日後楽しみにして待ちたいと思います。じゃあ次ね、スターの更新見ていきます。スターもねいまいちだったかな今回も。まあ、いつも通り FV の販売があって、スター見ていくとライバルズ24選手チャンスミニパックと140円、はい、これもスルーですね。次進化応援パッケージ300円で初級10個、300円でしょ、確率こんなでしょ、まあ、これもスルーかなと思います。あとはスタンダード戦士パック第4弾で最終報酬、これビエラに変わってますね。まあ、これ普通に強いよねビエラ、全然戦えると思います。あとはユベントスビッグチャンスパックと 1-2% ってどういうことこれ、 1-2%、 あ、 1.2% なんだ、え、何その微妙な刻み。まあ、これもスルーでいいかなと思います。で、次ニュージェネ戦士ですね。毎週10回購入可能 300FV の方が121から126、 650FV の方が124から126と、まあこれもスルーかな。で、続いて取引不可の今回がスナイデル 2%、 これ熱いよな。まあ、これもいつも通りね 350FV で取引不可なんですけど、50回購入すると確定で、これな羅針盤だし強いんだよな。ちょっとねカット量だけ微妙だけど、まあ、オフェンス特化って考えるとめちゃくちゃありな気はする。で、次カントナマルチパックですね。これ 1% 600FV、 多分このカントナね新しくね今週から搭載された選手だと思います。 600FV で引けて100回で確定と、まあ、スキムも強いしな、能力もめっちゃ強いしな、ヘディングジャンプやべえしな。これで身長あって、
属性めっちゃ強いし、これはやばそうだね、このカントナ。まあ、6万円 ?6 万 FV の価値あるかと言われたら分からんけど、かなりいい選手かなとは思います。続いて、ライバルズ24選手確定特別パッケージ A と S。A が 3900FV で120以上ですね。あと中級10個ついてきます。確率渋。123以上が 4.932% からか。これ厳しいね。で、S の方もありまして、S は最低122になってますね。7900FV。値段が高いが、排出率はめちゃくちゃいい。124が 14.754%。これはね、買いたいけどな。だって、14% でしょ。ワンチャンリベルあるでしょってこれ。うわ、欲しい。でも高え 7900FV は。ちょっと考えとくわ。で、続いて、124、126、5% 以上。ライバルス24チャンスマルチパック3と、5% 以上で 2000FV でしょ。高いなの、これも。買えんわ。まあ、2000FV で 19%、11%、122。いやー、まあ、悪くない気するけどな。ちょっと怖いね、引くの。4000FV の方は124、126、15% 以上。高すぎる。いや、高すぎるって思っていいのかこれ、わからんけど。どうなんだろうね。まあでも、全然買えるパックかなとは思います。ってことで、今回もね、見た感じ、特に買うべきパックはないかな。多分来週ね、クリスマス来るし、パックがね、そこで FV 使うのがいいと思います。普通に FV のこの、ボーナスパック買っといて、FV 貯めておくのが、今のところいい立ち回りかなとは思います。はい。ということで、今週の週間プレイ情報を見ていったんですけど、特にね、まあ盛り上がりもなくというか、来週ね、ライバルズ24の追加アップでもあるんで、そこ楽しみにしておくのがいいのかなといった感じです。じゃ最後ね、軽くオーセンティック見ていくか、オーセンティックチャレンジの。めっちゃね、かっこよかったよ。今回の新入部の選手みんな使えるんで、リベリーとかさ、カントナとか、フットでもね、結構ね、熱い。めっちゃ豪華。なんでぜひね、こちらでやって、使用感良かった選手をね、買うとかできるんで、ぜひ試してみるといいと思います。またね、質問があればコメント内 DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。で、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。